ってんのはこいつかい。貸してあげるから。これ口の中入れときな。え、大棒にある。いや、あんた使えばいいじゃない。貸したいの。うん、いいのの。本当？じゃあ指しゃぶれる。いいよ。なんでさ、もう年いったら小学校とかないのに、なんでそんなのあるの？赤ん坊じゃないのに、ゼロ歳じゃないのに。ねえ先生、ね、なんでさ。あのね、だん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 ね、みんな大人になるとお利口さんになっていくでしょ。で、ところがね、おじいちゃんになっていくとね、だん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 ね、脳みそがね、小さくなっていってね、また赤ちゃんに戻るんだって。戻らない、そのままだけ。え？そのままね、あのね、だんだん小さくなってね、もう死ぬだけ。これ使わないの？うんうん。だんだん年取ってね、それも使わなくなるよ。でも頭はおバカさんになってくんじゃないの？だって、ね、そんなの使ってないよ。天国だったらね、ね、偉そうになって。あんたはまだ天国が来たばっかだから天国の手が覚えてるでしょうか、うん、天国ってどんなとこだった？僕も忘れちゃったもん。雲の上？みんな雲の上で天国から来たんでしょ。あのね、地球ってない。まだ生まれたばっかじゃない、なんた。もう忘れちゃったの？僕今6歳じゃん。6歳だから6年前どこにいたの？ねえ、あのさ、死んだらもうさ、持たないのになんでそんなの持ってんの？じゃあもう持ってちゃダメならあんたにあげるよ、じゃあ。いい。だって、なんか欲しい。ちょっと待って、お前ら6年前どこにいたのよ。大事な話だ、これ。私はお腹の中にいたの。え？赤ちゃんの頃、私お腹の中にいたの。誰の？え、お母さんの。ずっといたの、お母さんのお腹の中に。生まれるまでね。どうしたの？どこにいたんです？生まれるまで。生まれるまでお母さんの中にいたの？お腹にいたの？ああ、そう。よくわかんない。まあいいや。じゃあ行くよ。おい、いいか、大野くん。行くぞ。1、行ってな。1。2。2。3。3。4。4。5。5。6。6。大丈夫？シェイチこんな小さくないでしょ、もっと大きいでしょ。シェイチもっと大きいぞ。ハチシェイやる、これ。やりたい？疲れるぞ、これ。大丈夫？うん、持ってるよ、先生もいっぱいパー入れとくから。1、2、のジェイ。大きな子、大きな子、小さい子、小さい子、大きな子、大きな子、小さい子、小さい子、中くらいの子、中くらいの子。一番大きいのはどれですか？教えてください。はいはい。まっすぐ手上がってる志賀さん。右から二番目。お、聞いた？スラスラと言って、みんな手叩いたんげて。で、一番小さい子はどの子ですか？教えてください。はい、はい、中上くん。右。ん？一番右だな。右から一番目。よし。ね、大きい子、小さい子。わあ、今度は5人もいますよ。じゃあ、順番に行ってみようか。一番大きい。一番大きい。ば。ば。また、嫌だな。ば。おばあちゃんじゃないぞ。バーバー。一番大きい。一番大きい。二番目に大きい。二番目に大きい。三番目に大きい。三番目に大きい。四番目に大きい。四番目。五番目に大きい。五番目に大きい。どっちが長いですか？はい。下長いね。長いのもね、数えることできるんだよ。一、二、三、四、三、はい。今度こっち行くよ。3、はい。1、2、3。長い。長い。短い。短い。どっちが長いですか？黄色。黄色長いね。どっちが長いですか？黄色。じゃあ数えてみるよ、みんな。お腹から声出すんだぞ。1、2じゃないのよ。1、2って言うんだぞ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9。だいだい、めちゃくちゃ言ってるやつは。はい。9だよ。
え9だよね、これ高橋さんに言ったら9じゃないよ。そうだよ、あの人10なんて言うもんで、今度10言ったらほっぺた10してあげるから。10って ほっぺたに10って知らないの、うん、10ってやるのよ。3、はい、1、2、3、はい、1、もう声揃えて3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、大大10ってやつだ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、そっちが長い、長い、どっちが長い、黄色、黄色、もうダメ、みんなね、めちゃくちゃ言うて、お、大きい、3、はい、お、大きい、小さい。そうか、手叩こうかね。字の勉強の時はね、先生のこと手叩くからね。行くぞ、手出すよ。おのこ手出すぞ。よしまち手出すぞ。行くぞ。お、おきい、さん、はい。お、おきい。お、小さい。小さい。読む時は、大きい。大きい。小さい。小さい。でもね、数の世界じゃね、大きいって言うんですよ。一番大きな数はいくつですか？はい。みんな言ってみ、何？8。8、これか。じゃあ一番小さい数はどうですか？4が小さいか。一番大きい数はどうですか？7。こんな小さいじゃない。4。4よりも大きい、4よりも大きい数あるよ。4、5、6、7って言うじゃない。7。誰？7。7はこんな小さいってほら。4よりも大きい数あるでしょ。でも4なの。何が？じゃあ何に決まってるじゃん。な、何に？じゃあ5、7。一番大きい数何？7。7はこんな小さいでしょう。一番大きい数は4。何？6。いいこと言った。数は大きいのよね。折り紙は小さいのよ。複雑だね、人生ってね。ねえ、でみんな折り紙、じゃあこれこっちには11個あるのね。これ数えてみるか。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。こっちにはね、18、ちょっと数えてみる。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。個なの。どっちがたくさんありますか？18。たくさんあるか。こっちはいくつか数えてみるか。8。ほんと？3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13だ。こっち13なの。こっちはいくつだった？11。11と13どっちが多いですか？13。じゃあ今度こっちにはいくつあるかな？12。もう数えた？12。すごいね。なんでそう書いてないの？書いてないよ、12個点って書いてないもん、これは。なってないもん、丸だもん、小さい。じゃあ数えてみるか。さん、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。本当に12だった。素晴らしい。あんたどうして世界離れてんの？もしいいかいいの？またうんちつけてきたの？どう？じゃあ右と左 どちらが多いですか？右が多いんだ。じゃあ今度こっち見てみようか。こっちはこれいくつですか？もう数えたの？そんな簡単に数えられるわけないでしょう。じゃあ行くよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ほんとだ。2年生のやつやる。右と左どっちが多いですか？2年生のやつやるって何だったの？やりたい？やりたい。まあいい、もう行くよ。じゃあ右と左どっちが多いの？やりたい。じゃあ早く行こう。右と左どっちが多い？右。右と左どっちが多い？右。右手でどっちが多い？左。こっちはいくつあるの？17。もう数えたの？ほんと？じゃあ行くよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。ほんとに17だった。君たち1年生よくできるじゃない。1年生の子はどうなの？ほんと？じゃあ行くよ。7より大きい数はどれですか？9。ピンポン。7より大きい数はどれですか？7。7と7は同じかも。ないでしょう。7より大きい数はどれ？9だけじゃないです。9と何？9と8。7より大きい数はどれですか？12と10。そこで旅に出ます。
大きい数の方へ進んでくださいよ。大きい数の方へ進むよ。テクテクテク、どっち行ったらいい？2へ行く。ちょっとまた3と4分かれ道どこ行く？4。4って何色に来ましたか？赤。じゃあ今度はみんなに考えてもらいます。僕は大きい数の方に行きます。さあ何色に行くでしょう？4。ほんと？テク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 5。黄色でしょう。色で言ってくれなくちゃ。黄色にやってきました。今度は色で教えてくださいよ。さあ大きい数の方行きますよ。どこ行くでしょう？緑。テクテクテク9へ行って、テクテクテク7行って緑行きました。じゃあ第4問です。さあ大きい数の方へ進んでください。どこ行くでしょうね。これは緑。青。意見分かりましたね。じゃあ行くよ。テクテク10と15どっち行く？15。テクテク11と13どっち行く？13。青ですね。よし、ちょっと急いで、1年生の勉強できるかな。1年生になったら怖い勉強だよ、今日の勉強。5と7の間のこの数いくつ？これ6。おお、本当だ、当たり。10よりも大きくて20よりも小さい。ちょうど真ん中に、真ん中にある、真ん中に。19じゃない、もっと真ん中だもん。真ん中これ11はこの辺だもん。18はこの辺だな。16はこの辺だな。15。おー、高橋さん、吉村さん言ってくれました。これ15なんですよね。えわあ、今度は0と20のちょうど真ん中にあるから10。何？そう、志賀さん、10って言ってくれましたね。こんな難しいぞ。お、あの大箱これ使うか。いや、指しゃぶってこれ今日特別サービスで、あの BW 使わせてあげるから。何？誰か使いたいしてるか？トイレ？はい。じゃあ座ってなさい、あんた。立ってると誤解招くよって、今取りに来たんじゃないかと思って。いや、あいって言われたら、これ消毒してないもんでな。また今度消毒。針がどうしたの？それはポチキスの針だ。じゃあ0と100、この真ん中にあるの何だと思う？これ3。な、何？3じゃないよ、3じゃない。真ん中に100だよ、これ100。1はこの辺だ。10この辺だ。99この辺だ。101こっち行っちゃうぞ。139行っちゃうぞ。行っちゃうぞ、お前。529この辺だぞ。僕が聞いてるのはこの真ん中の数に来たって言ってんだよ、お前は。50。誰？50。シガさんロジカルだ。50だの100の1万なんてあるわけないじゃないか、お前。じゃあどっちが大きいかな。5。1、2、3、4、5だ。これいいんだな。小さい数言ってごらん。小さい数。大きい数。大きい数。じゃあここに隠れてる何かな、これは。何だと思う？7。何？7正解。よし。じゃあここに隠れてるのは何かな。8あるよ、ここに。9だ。9が隠れてるぞ。見た？それじゃあ今度はここに隠れてるのは、この大きい数と小さい数の間に15。何？15。15？これ15じゃない、13でした。ほらね、15だよ。間違えた。ではこれから大きい数を教えてあげよう。10。フラフラしないぞ。10。山田君の声来なかったよ。10。じゃあじゃないの、それは。じゃあっていうのはお風呂でに体洗うときの音。10。じゃあじゃないの、10。じゃあ、お前は。10。それじゃあ、あの、お姉さん迎えに行くから、松山さん持っていけ。ちょっとごめんな、今日この人の用事があるもんで。じゃあいいね。もう台車貼ってあげるか。その、お知らせ持ってって。間違えましたね。じゃあ行ってよ。10。要するに君たちはお休みがないということです。ごめんね。10。100。100。100。
same 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 ねえ